私たちの本当に最高の主に、褒め歌を本当に歌えるこの特権、またこの時間を覚えて感謝します。本当にいつもより多くの本当にこの感謝を持って、いつもより多くのこの賛美の声を持って、本当に私たちの愛する主を、褒め歌って賛美していきましょう少しの間ですね、私たち心を静めて本当に主の御前に今出ていきたいと思います。3、はい、アーメン、ハレルヤ、アーメン。主は真実なる方、主は真実なる方、主は真実なる方、主ありがとうございます。アーメン、アーメン、まことの命を歌います。アーメン。
一度私たちはイエス様の血を宣言し、私たちはイエス様の血をにより頼み、この賛美を捧げていきましょう。
Oh.
天の地の神様、ありがとうございます。この世の中においても主が礼拝を守り、私たちに礼拝するその恵みを与えてくださっていること、どの場所においても主はあなたを礼拝する礼拝者として、聖徒たちを主が固く立ててくださっていることを感謝いたします。聖霊様、どの場所においても私たちは一つ御霊の中で礼拝を捧げ、一つ本当にイエス・キリストに対する信仰を持って主よ父の御前に出て礼拝を捧げすることができますように、一つの父なる神のもとで私たちは共に神の家族であることを覚え感謝いたします。そして願い求めます、イエス様の血によって洗い清めてください。そしてどうか最後まで固く立ち続けるその信仰の足を生徒たち、私たち一人一人に主が与えてくださることを感謝いたします。この時代において私たちを清く、シミも傷もない花嫁とし、また最後まで戦い抜く勇士として主が私たちを引き上げてくださることを感謝いたします。今一度どこの場所においてもイエス様の血潮を自分の告白とし宣言し、イエス様の血によってこの身を洗い清め、主よあなたのために聖別してください。そのことを告白し祈ってまいりましょう。イエス様、その叫び声を持って、その呼び声を持って祈りたいと思います。一緒に祈ってまいりましょう。はい、イエス様、死聖所の中ではウイルスも病も働くことはできません。死聖所の中には命が満ち溢れてます。
この場所に主の至聖所が降りてき、この場所を主の至聖所として主が支配し治めてくださることを感謝いたします。すべての統治者であられる我らの主イエスキリストの名前を通してお願いいたします。アーメン。さあ主に感謝の足を捧げてまいりましょう。インターネットの画面においても共にシャローム宣言を持ってですね、神の国の平安を宣言し祝福を挨拶したいと願います。アーメン。アーメン。感謝いたします。絶えず私たちはシャローム、この神の国の宣言、本当に神の統治を告白し続けていきたいと願います。捧げ物の時間を持ちたいと願いますが、本当にですね、現在はこの経済的な危機がもう起こり始めている、その直前に私たちは生きています。多くの人々がこの経済的な恐れ、不安、また失業、そしてこの職を失ったり、経済的なこの損害を失う、損害を受けるということが起こっています。しかしその中においても私たちはこの捧げ物の時間宣言したいと願います。この命を与えてくださったのはイエス様です。アーメン。経済さえも治めてくださっているのはイエス様です。アーメン。それであるなら主よ、この私の持ち物を持って主あなたを褒めたたえ、またこの経済の領域をも主が助け、守り、満たし、導いてくださることを信頼いたします。アーメン。その信頼の告白としてこの経済の捧げ物を捧げたいと願います。インターネットオンラインでですね、されている方々もオンラインで献金に加わることができます。先ほど第二礼拝のですね、終わった後に第二礼拝の LINE グループにおいて報告がなされました。オンラインでも献金に今日初めて加わりました。そしてその登録さえすればすごく簡単にすることができましたというですね、そのような報告を受けましたので、ぜひともですね、このオンラインでもこの時間加わることができますので、共にこれ何か教会のミニストリーを助けるとかサポートするとかそう思わないでください。私自身もいつも捧げます。この理由は、経済は主よあなたにあります。これどこかに捧げること以上に主よあなたに捧げ、そして天の御国に巻きます。この経済をこの地上でただとどまらせ、そしてそれが錆びていくものではなく、永遠の朽ちることのない資産としてこの経済を用いてください。その願いを持って捧げます。それですので、今日捧げるその捧げ物を手に持ったなら掲げてください。お祈りいたします。天の父なる神様、この世においては本当に経済が揺れ動き、私たちの生活も脅かされます。しかし主よ、あなたが私たちの羊飼いであられることを感謝いたします。それであるなら私たちには決して乏しいことはないこと、ありがとうございます。あなたは絶えず私たちを憩いの泉、緑の牧場、命の中へと導き入れてくださることを感謝いたします。アーメン。それであるなら何を恐れましょうか。死の影の谷を歩くことがあっても災いを恐れません。アーメン。あなたが共におられるからです。アーメン。経済すべての領域においても主が共におられ、私たちを導き続けてくださる主、あなたに信頼いたします。私たちの持てるものの中から主をあなたにお捧げいたします。これを信仰の種として用いてください。イサクは飢饉が起こった日、年に種をまいた、その年のうちに100倍の実を結んだ。同じ神が私たちの中に生き働いておられることを感謝します。アーメン。この飢饉の中において、経済的な問題の中において、私たちはこの一粒の信仰の種をまきます。それが30倍、60倍、100倍の実となって、主よあなたにあってその実が結ばれゆくことを感謝いたします。アーメン。またインターネットで礼拝を捧げる方々、オンラインで捧げる方々の上にも特別な行為と恵みと油続きが下ることを宣言いたします。アーメン。また今日10分の1を捧げる人々の上に、マラキ書の約束に伴い、主が絶えず天の窓を開き、雨を降り注がせ、そして稲子を叱りつけ、不作にならないようにし、それぞれの働きにおいて豊かな実を結ぶことができるように導きを与えてくださることを感謝いたします。アーメン。またこの時間、祈りの家に捧げる人々の上に、特別な主よ祈りの油注ぎと鳥なしの霊を主が注いでくださることを宣言いたします。アーメン。感謝を持って主にお捧げいたします。愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。賛美とともに捧げていきましょう。
アメン、ハレリア。この週はとても重要な1週間となります。なぜならこの過ぎ越しのシーズンに入っていくからです。多くのですね、人々がですね、経験していることがあります。そして感じていることがあるんです。それは、まあ、このミラノに住む厚見宣教師もですね、ニュースレターでそのような内容を送ってくださってました。それは頑張ればいつかあの生活が帰ってくると思って努力していたと。でも周りの人々も、そして起こっている状況も、もう感じるのはどれだけ頑張ってもあの時の生活は帰ってこない、あの時の生き方は帰ってこない、そのようにですね、感じています。本当に世界がこの3ヶ月で激変してしまいました。そしてこれからもっともっとその変化が深くなっていきます。今私たちはこのコロナのさまざまな問題で本当に世界がパニックになっていますが、しかしこれから後にはあの頃はまだ平和だったというようなですね、もっともっとこれが深刻化していく、それが経済の問題、国々の戦争の問題、その他にもたくさんのですね、この黙示録に書かれている出来事が進んでいく状況になります。それであるならですね、皆さん決心しましょう。もうあの時に帰りたいと、そこにあのロトの妻のようにですね、絶えず後ろを向いて生きるのではなく、私たちに残された道はただ一つです。この時期を突き抜けていくことです。もう固く立ちましょう。最後の本当に最後まで私たちは奮い立って主の使命召しに立ち続けたいと願います。今奮起して主ご自身が召してくださったその召し、最後まで立ち続け、そして突き抜けていきたいと願います。これから起こるのが最後の過ぎ越しということが起こります。聖書の予言は繰り返し成就します。最初に起こった過ぎ越しは出エジプト、これはエジプトは罪の象徴であり、奴隷になっていた神の民がその世の象徴、罪の象徴、エジプトから子羊の血を持って贖い出され、そして出エジプトしていく、これが最初の過ぎ越しの祭りでした。そして2回目に起こったのはイエス様のこの十字架、それをもって過ぎ越しが完成しました。そして最後に起こる過ぎ越しは、私たちがこの世を離れ去り大患難を突き抜けて、黙示録7章に書かれている通り大きな患難を抜け出してきた。彼らは子羊の血によって身を洗ったのです。そして主の幕屋の中でしばらくの間、大患難というこの地上に大きなこの患難が起こる間、私たちは主ご自身と共に過ごすようになる、そのことが約束されていることを感謝いたします。なので皆さん、それがこの過ぎ越しと合ってるとかそういうことを言ってるのではなくてですね、それは霊的に私たちが準備するのが今週です。本当に今準備をしなければならない時です。もちろんその時がいつか、どのような時かは誰にも分かりません。しかしその時は確実に来るということは分かります。もう一つ、その時は近づいているってことが分かります。それですので、私たちは共にこの過ぎ越しのシーズン備えをしようではありませんか。そして私たちがすべきこの過ぎ越しの祭りの霊的な意味においては、私たちの中からパンダネを取り除くということです。第一コリントの5章、これ開きませんが、その中でパウロは過ぎ越しのキリストがすでにほふられたと言っています。その中でコリントの教会に言っているのは、あなた方のパンダネを取り除きなさい。すなわちそれは高ぶり、プライド、高慢、そのような表現でですね、パウロは言っています。私たちの中にあるプライド、すなわち何が言えるのかというと、プライドがあると皆さん、私たちは悔い改めることさえできません。いや、私は間違ってない、私は正しい、私はそれなりにもう十分やっている。しかし聖霊様が私たちの中に臨むとき、へりくだりをくださいます。そして罪について、義について、裁きについて、この方が教えてくださることを感謝します。神の慈愛が望み、私たちは神の豊かな恵みによって悔い改めることができることを感謝いたします。その時私たちの中に起こる出来事は減り下り、そしてイエス様ご自身の十字架に信頼する生き方ができるようになることを感謝いたします。それですので、主の御前に願い求めましょう。詩篇の19編の中で作者が言いました。どうか私の中の隠れた罪を示してください。傲慢の罪が私を支配しませんように、そのように祈ったんです。私たちも願い求めましょう。この1週間本当に主よ、私の中のパンダネのような罪、自分でも気づいていない、それを示してください。そこに十字架の光を照らしてください。そしてこの過ぎ越しのシーズン、私たちは過ぎ越していくことができますように。
その恵みがこの今週開かれ、今週注がれること、この時に従って雨を降らせるっていうのが祝福の約束の一つです。その祝福の約束の意味は、祭りごとにっていうのが原文の意味です。それですので、祭りごとに主の特別な行為と恵みと油注ぎが降り注ぎます。今週から注がれる恵みは、過ぎ越しの恵みが注がれます。私たちはこの困難な時代を過ぎ越していきます。そして杉越の祭りの祈り会、この場所では行わないんですけど、春兄がですね、自宅から杉越の食事をインターネット中継し、今年はそれぞれの家庭でインターネット参加でですね、杉越のこの祝福の祈りの時がありますので、8日の9日の何時ですか、夜7時、はい、からショップのホームページでですね、オンラインで公開されます。ここであると思って来ても皆さんここではやってませんので、ぜひですね、インターネット上で参加していただければと願います。とにかく本当に今注がれるのはこの過ぎ越しの恵みというものを主は注ごうとしておられます。そしてこれは第二礼拝でも分かち合いをしたんですけど、過ぎ越しの前には必ず全地を暗闇が覆います。出エジプト記のその過ぎ越しの前においても、ウイゴが殺され、ウイゴが死に、そして暗闇がエジプトを支配しました。しかしイスラエルの住むゴシェンの地には光があり、そして子羊の血を塗ったイスラエルの民はその災いを過ぎ越してエジプトから出てきました。イエス様が十字架にかかられたのも過ぎ越しの時です。その時には本当に暗闇が支配し、もうこの世の支配者が来たとイエス様言ってました。イエス様はもう汗が血に変わるほどの祈りをされ、奮闘され、そして十字架にかかられた時、全地が暗闇に満ちたんです。サタンはその時大声を上げて笑ったでしょう。暗闇が勝利した、本当に神の力は砕かれた。しかし何が起こったんでしょうか。その十字架を経て、むしろ敗北したのはサタンでした。その十字架の暗闇の向こうに待っていたのは、復活という大勝利が待っていたことを感謝いたします。また使徒の時代にも過ぎ越しのシーズンに大飢饉が全世界を襲いました。エルサレムの教会を助けるために生徒たちは贈り物をしたんです。そしてその同じ時期に使徒ヤコブが捕らえられ殉教します。そして使徒ペテロも捕らえられ牢につながれたんです。その時何が起こったんでしょうか。教会は熱心に祈り始めました。その中において神の介入があり、御使いが使わされ、ペテロは牢獄から超自然的な力を持って解放されたんです。そしてその後に起こった出来事は、この悪しき力を持って支配していたヘロデが虫に打たれて死ぬという出来事が起こったんです。なので暗闇がこの過ぎ越しのシーズンには満ちます。しかし何が起こるんでしょうか。その後には必ず復活と勝利の恵みが待っていることを感謝いたします。それですので、この週共に備えをしようでありませんか。私たちは過ぎ越していきます。その向こうに復活が用意されていることを感謝いたします。来週もどのような形で礼拝ができるかは分かりませんが、しかし来週の日曜日は復活を祝う日曜日であることを感謝いたします。どの場所にあっても私たちはキリストの復活を宣言する、その日曜としたいことを願います。そのためにはこの1週間私たちは祈りの生活をし、また悔い改めを持って十字架の光を内側に照らしていただき、そしてパンダネを取り除き、そして私たちは子羊の血で洗われて来週に臨んでいきたいと願います。先週ですね、金曜日の夜、トム・ヘス先生にですね、イスラエルの祈りの家を導くトム・ヘス牧師に、無理やりですね、参加要求を求められてですね、私は世界の祈り会に参加しました。オンライン上でですね、参加し、約150カ国がですね、この参加していたんです。アジアの時間ともに参加し、そして日本からも代表して祈りました。本当にアジアの国々、また世界の国々のリーダーたちが祈る、その祈りを聞いたときに、彼らが祈ったのは悔い改めでした。主よ、この時代、主の民、教会を許してください。あなたの憐れみをこの地に臨ませてください。どうかあなたの恵みと救いがこの地に臨みますように。いろんな国々の人々が涙を流し、リーダーたちが取りなし祈ってたんです。今世界中のあらゆる地域において悔い改めの運動が起こり始めていることを感謝いたします。
私たちの目にはコロナウイルスは否定的な出来事に思えるんですけど、主はこれを偉大に用いてくださいます。むしろこのことを通して神様はご自身の栄光を輝かせてくださることを感謝いたします。それですので、私たちは状況を見て嘆くのではなく、現状を見て恐れるのではなく、絶えず主に信頼し、そしてこの時期を固く信仰に立って信仰の歩みをし続けていこうでありませんか。今日は私たちの使命が主にあって取り戻される、そしてこのことを信じてください。ぜひ使命を成し遂げるまでは私たちは死にません。その確信持とうでありませんか。私たちの人生には神の使命があるんです。召しがあるんです。だから人生において宣言してください。死の力よ去っていけ。私はまだ神の使命を全うしていない。私は神の、使命を全うするまではこの地上にとどまっていなければならない。だから死の力、病の力よ引き下がれ。神が与えてくださった使命が完全に成し遂げられますように、そのことを祈ることはとても重要なことです。今日は主の御座において私たちが使命を回復する、そのことを血潮の宣言の中から見出していきたいと思います。血潮の宣言の7番の宣言、前に出すことができるでしょうか。血潮の宣言の7番目の宣言、私はこの宣言をするごとに、朝ごとに、また祈りの家に入り荒れる時間にこのことを宣言しますが、そのごとに主の御座の前にまで行きます。そして信仰によって主の御座の前で答えを受け取ります。一緒にこの宣言、一緒に一回言ってみましょう。はい。イエス様の血潮は罪に定めるすべてのことから私を弁護し、私に敵対するサタンの訴えを無効化し、今まで一度も罪を犯さなかったかのように私を義と認められます。アメン。今度は私のところ家族と宣言してみましょう。はい。イエス様の血潮は罪に定めるすべてのことから家族を弁護し、家族に敵対するサタンの訴えを無効化し、今まで一度も罪を犯さなかったかのように家族を義と認められます。アメン。3回目はですね、教会と宣言したいと思います。はい。イエス様の血潮は罪に定めるすべてのことから教会を弁護し、教会に敵対するサタンの訴えを無効化し、今まで一度も罪を犯さなかったかのように教会を義と認められます。アメン。そのように私たちはまた日本、さまざまな私たちの関わる領域に当てはめてこの血潮の宣言をすることができます。でも基本的にはこの私のところから派生していきますので、この私が血潮によって自由にされたことを知るなら、今度はそれをもって家族を取りなし、教会を取りなし、祈っていくことができます。ありがとうございます。ではですね、御言葉見ていきたいと思いますが、黙示録の20章12節、私たちを告発する告発者という存在がいます。今ですね、窓をここはもうメッセージ中は完全に開けて換気をしておりますので、寒い場合はですね、もう少し暖房を強めていただいてよろしいでしょうか。皆さんが体調がいつでも守られるように少し温かめにですねしていただければと願います。はい、ありがとうございます。でも私はですね、それをすると信じられないほど暑くなるんですね。まだ、はい、耐えられるところまでジャケットを着ておきたいと思います。はい。12節、20章の12節、ご一緒に朗読していきましょう。はい。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。アメン。アメン。ここにですね、いくつかの書物があります。まず、また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。では天において最も重要な書物は命の書です。そこに名前が記されているかされていないかということは、皆さんこの地上でどの学校に合格するのか、どの会社に入社するのか、誰と結婚するのか、どの地域に住むのか、もちろんそれらも重要なことかもしれません。でもこの地上で得られることよりももっと重要なこと、はるかに大切なこと、それは
命の書に私の名前が記されているかどうかということです。天の御座の前に行ったとき、その命の書に名がある者たちは神の国の中に入ることができます。皆さん、自分の名前が命の書に書き記されている確信はありますか？アメン。素晴らしいです。弟子たちは奇跡が起こったことを喜んだんです。彼らが祈るなら癒しが起こります。彼らが祈るならサタンが天から落ちました。その時彼らはイエスの名によって、はいはい、大丈夫ですか、奇跡が起こったことですね、喜び、そしてこのそのことを祝ってたんです。しかしイエス様が言われたのは、あなたが祈ったから奇跡が起こる、そのことを喜ぶのではなく、あなたの名が天に記されている、命の書に名があることを喜びとしなさい、そのようにですね、言いました。なので命の書に名が記されているということはとても重要なことです。もしその確信がなければ、皆さん今日一緒に祈りましょう。イエス・キリスト、このお方を通してのみ私たちは天の命の書に名が記されることが可能となります。どれだけ良い人であったとしても、どれだけ熱心であったとしても、どれだけ努力したとしても、どれだけ善行を積み上げたとしても、私たちは命の書に到達することはできません。私たちの清さっていうのは神の前には清くなく、主が言われるのは、義人はいない、一人もいない、すべての人が迷い出て神の目には無益なものとなった。そのことをですね、パウロはローマの3章で引用し書いてます。しかしパウロは言ってます。私たちが救われるのはただ恵みによるのです。イエス・キリストの恵み、このお方が十字架で血を流し私たちの罪を許してくださった、そのことによって私たちは天の命の書に名が書き記されることを感謝いたします。それ以外の方法はありません。それ以上の方法もありません。このお方こそが唯一の救いの道です。それですので、イエス・キリストを通してこの命の中に私たちは今日入ろうでありませんか。命の書に名が記されることを私たちは求めようではありませんか。もしその確信がない方、一緒に今日祈りましょう。今日がその天に命の書に名が記される時です。そして今日が救いの日です。今が恵みの時です。この恵みの時は実は終わる時が来ます。大患難の時にはもう恵みによっては救われません。私たちの努力によって、私たちが命を懸けてその救いを到達していかなければ救われないんです。しかし今はまだ恵みの時、主の憐れみによる救いの時、それが用意されていることを感謝いたします。今日がその恵みの時であることを確信し、一緒に祈りたいと願います。自分の胸に手を置いてください。そしてこの救いは罪を認める者たちに、神を必要とする者たちに、心砕かれ貧しい心になった者たちに救いが与えられることを感謝いたします。一緒に告白しお祈りしてください。天のお父様、あなたを離れ、主に背を向け、主からの使命、そこから離れて生きてきた私を許してください。私の中に神に背く罪があることをはっきりと認めます。許しと解決を必要としています。イエス様、あなただけがその解決であることを信じます。イエス・キリストの十字架は私の罪を許し、私を清め、命を与える、そのためのものであったことを信じます。イエス様、今日あなたを心にお迎えします。イエス・キリストは私の救い主です。そのことを心に信じて今告白します。天の命の書に私の名が書き記されたことを感謝いたします。愛するイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。アメン。素晴らしい主に感謝の拍手を捧げていきましょう。アメン。
絶えずこの救いの確信、救いの望みに立つことが重要です。もしそうしなければ私たちは恐れの奴隷になります。この世の宗教の生き方をするなら、絶えず私たちは救われているのか救われてないのか、天国と地獄を行ったりして、ある自分ができた時には天国、できない時には地獄、本当に行ったり来たりします。皆さん、これは宗教的な生き方のゆえです。なぜならその救いが自分にかかっているからです。しかし聖書は、救いは誰にかかっていると言ってますか？主にかかっているんです。この方が救い主です。この方に信頼する者は決して失望させられることがないことを感謝いたします。ということは、イエス・キリストに対する信仰というのは救われたところからスタートしていきます。宗教的な頑張りというのは救われるために頑張ります。しかし私たちも同じように努力し、パウロは恵みを経験しました。恵みを経験したからといって何にもしなかったんですか？全部恵みだから、もうあとは恵みの中に浸って私はもう何にもしないで生きよう、そうパウロ言ったんでしょうか？パウロは真に恵みを理解した人物です。恵みを解きました。その結果、彼は命を懸けてイエス様に仕えたんです。彼は清さを愛しました。彼は福音を述べ伝えました。そして殉教に至るまで自分の命をキリストに捧げ通したこと。皆さん、恵みを知った者の生き方はそのようになることを感謝いたします。それなので私たちは救われているところからスタートしましょう。そして救われるために熱心になるのではなく、救われたからこそ命までもくださったこのお方のために私たちも命を捧げて生きていきたいと願います。この恵みの中に歩みたいと願います。なので、この命の書に名が記されているかどうかということは、人生の中において最も重要なことです。この地上においては私たちが住む場所選ぶことができます。東京に住むこともできれば、他の地域に住むこともできます。しかし私たちは後の人生の最後には住む場所は2つしかないんです。それは永遠の命か永遠の滅びかです。これは本当に恐ろしい選択、重要な選択。この地上で私たちがどこに行くのか、何をするのかということ以上に大切な選択です。なので、命の書に名が記されている、そのことを主に感謝しようでありませんか？その確信を持って生きようでありませんか？そして今という時に福音を述べ伝えて歩んでいきたいと願います。そのことを覚えてですね、もう期間が残されている、期間が少ないということも覚えながらですね、 YouTube の福音宣教をするようになりました。しかも短い時間で語ります。なぜなら10分も超えるなら、皆さん、ほとんどのクリスチャンじゃない人たちは見ません。知らない人が語る10分もの言葉、そんな時間は残ってない。多くの今の若い世代や多くのこの時代に生きる人々は、もう映像がもうこう複雑なのに慣れてるんです。単調にただ人が10分話す。皆さん、この礼拝も長すぎるので、クリスチャンじゃない人たちはこれを見ることはできないんです。なのでですね、もう5分以内、もう短ければ短い方がいい、4分3分、そのようなですね、短い祈りや福音を述べ伝える、それを YouTube にアップして、そしてこのコロナの影響の中で今多くの人々が外に出ることができない状況の中でですね、インターネットが本当に活用されています。いろんなものを見たとしても、結局は心が虚しくなり、命が欲しい、その時福音のメッセージに行き着くようになることを願いまとめます。それですね、どんどん発信していきましょう。賛美ができる人たちは賛美を発信していきたいと思います。多くの人々がコロナ疲れ、本当に心配恐れ抱いて生きています。しかし、その時に賛美が YouTube で流し出される時に、その賛美を通して人々は確信を得るんです。これはクリスチャンじゃない人々だけでなく、クリスチャンもこの時期に信仰が弱まったり、心配や恐れに支配されています。しかし賛美を聞く時に、主は生きておられる、主は共におられる、このような状況の中においても主を褒めたたえよう、クリスチャンたちの中に信仰の炎が燃え上がるようになることを感謝いたします。それですので、この賛美の賜物が与えられている方はですね、これをアップし、そして多くの人々に励まし、そして神様の方向に導く、その働き共に加わっていきたいと願います。このインターネットが大いに用いられていきます。そして私はこのことを確信しています。救われるべき魂は皆救われていきます。魂の大収穫が起こってきます。私たち一人一人を主はその収穫の
収穫の借り手として用いてくださることを感謝します。第二礼拝の中でも私はこのことを分かち合いをしたんですけど、毎日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 私が祈る祈りがあります。そしてそろそろ限界が来ました。マルコの福音書の16章18節を毎日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 繰り返し宣言し告白します。そこには信じる者に対する約束、信じる者は蛇をもつかみ、毒を飲んでも害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒される。その言葉を宣言し告白し黙想してはまた御霊の中で祈ります。これが実際のものとして表されるように祈ります。そして最近祈り求めているのは、特別なこのコロナウイルスに対する主よ、特別な油注ぎを与えてください。まず毒を飲んでも害を受けないというところにおいて、このコロナウイルスは私たちの中に、自分自身だけでなく家族、教会、神の家族の中に触れることはできない。そのための特別な油を注いでください。神の御使いたちを配備し、ウイルスも見えないものを皆さん私たち恐れてますけど、見えないものを恐れるのであれば、もっと栄光に満ちた見えないお方、主を恐れようではありませんか。そして主は私たちの周りに御使いたちを送ってくださいます。その御使いたちがウイルスよりも力ある御使いたちであることを感謝いたします。なのでウイルスは私たちにまとわりつくことはできない。そのための超自然的な油注ぎを主よ注いでください。これは守りの領域です。今度は攻撃的な領域、病人に手を置けば病人は癒される。コロナウイルスに対する特化した癒しの油注ぎを注いでください。もう明確にコロナウイルス、このかかったこの病の人々が癒されていくように、そのウイルスが死滅していくように、皆さん願い求めて祈っていきたいと願います。なぜならこの御言葉は主の約束です。それであるなら主が約束を果たしてくださいます。この約束を信じて私たちは祈り求めるとき、その御言葉の実が結ばれていきます。なので今週それぞれの生活の中でも求めてください。コロナウイルスに対する特別な守りの油注ぎ、そしてコロナウイルスに対する癒しを解き放つ特化した油注ぎが我らの上に注がれますように。主はそれを必ず与えてくださることを信じます。癒しを通しても福音宣教がもうますます力強く、このような暗闇が満ちるときはむしろ福音が光り輝く機会であることを感謝いたします。命の書に名が記されたものとして人々を火からつかみ出し、命のところに導く私たちでありますように。これが大切な一つの書物、天の命の書。そして2つ目、これは私たちが救いの概念がその命の書に名が記されるってことだけで終わるので、クリスチャン生活単調になります。つまらなくなります。なんとか命をキープしようと、どこまでなら主よ命失わないんでしょうか。あ、失いそうもう私たちはその神様との取引のように、何かこう命を失わないところだけで生きようとします。そうではなく、もう一つのことを知る必要があります。それはこの黙示録の20章12節の後半に書かれている、自分の行いに応じて裁かれた、それぞれのたくさんの書物が開かれて、そして私たちの行いによって裁かれたと書かれています。これは何の書物かというと、天にある行いの書というものがあります。実は皆さん、救いだけではなく私たちには報いがあります。救いと報いは別物です。例えば救いっていうのはもう恵みで救われるので、主はイエス・キリストを信じること以外に問いかけません。一番最初にパラダイスに行ったのって誰だと思いますか。ダビデよりもアブラハムよりももっと先にパラダイスに行った人がいるんです。イエス様の十字架の隣についていた悪人、強盗、罪悪人がなんとパラダイスに行ったんです。イエス様はその後黄泉に下り、その当時黄泉っていうのはですね、この一つだったんです。アブラハムの懐、そしてまた裁きの場所がありました。しかしその時イエス様は黄泉から引き上げられた時に、その黄泉を空っぽにしたんです。なので旧約聖書の時代に死んだ生徒たちはその時パラダイスに、このイエス様の復活とともに引き上げられていきました。しかしこの罪悪人は、今日あなたは私と共にパラダイスにいるって言われたんです。もう先にパラダイスに行ったのはなんと何の良い行いもない罪悪人だったんです。
イエス様十字架の上で問われましたか。あなたはどれだけ良いことしましたか。まだしてない、ちょっと降りなさいと、降りてもう少し良いことしてから救いの中に来なさいとは言われなかったんです。その罪悪には、今日あなたを信じます、これ神の子であるということを告白した。それゆえに今日あなたは私とパラダイスにいる、恵みによってそれを特権が与えられたことを感謝します。救いの条件はただ一つ、イエス・キリストを神の子と信じることです。しかし皆さん、ここでもう一つのことを知る必要があります。報いは別物です。報いはその救われた者がどのように主に応答してきたのか、主の愛を受けてどのように主のために捧げ、主のために歩んだのか、これが天の報いにつながります。御言葉に応答したのか、御言葉に従ったのか、父の心を求めて歩んだのか、この行いの書がとても重要な書です。マラキの3章、報いを得るためにはこの行いの書に本当に神様の記録が記されていく必要があります。マラキの3章16節、報いを得るためにはこの行いの書が重要な書簡となります。マラキの3章の16節、一緒に朗読したいと思います。はい。その時、主を恐れる者たちが互いに語り合った。主は耳を傾けてこれを聞かれた。主を恐れ、主の皆を尊ぶ者たちのために主の前で記憶の書が記された。アメン。主を愛する者たち、主を恐れる者たち、主に従う者たちのために記憶の書というものが記されます。天には私たちの罪も記録され、また私たちの行った良い働きも記録されます。これは何度も証しをしていますが、息子が4歳の時にですね、私は外の働きに行っていて、そして家に帰ると妻と息子がですね、すごく暗く家に座ってたんです。そしてどうしたの、何があったのと聞くと、実は息子が嘘をついたと。これは本当にすごく深刻な罪だということを妻は教えたと。そして息子に聞きました。嘘をついたのかいと。嘘をついたと。そうすると彼が聞いてきたんです。お父さん、僕がした悪いことを天に写真で貼ってあるかなって聞いてきたんです。私は言いました、貼ってあるよって言いました。全部私たちがした罪の行いというのは神様忘れることなく記録して天に貼ってある。そして彼に聞き直したんです。じゃあどうやったら神様それ取ってくれると思う。息子が答えました、イエス様の血潮。そう、じゃあ一緒に悔い改めてイエス様の血潮を告白して祈ろう。そして祈ったんです。主よ、嘘をついたこと、罪を許してください。イエス様の血潮によって洗って清め、罪を取り除いてください。一緒に祈りました、ひざまずいて。その後また息子が聞いてきたんです。お父さん、まだ貼ってあると。そして私は言いました、もう貼ってないよと。イエス様の血、イエス様の前で告白し、罪許され、血で洗われたとき、イザヤ書に書かれている通り、主はそれをもう後ろに投げやって思い出すことをしない。そのように言ってくださることを感謝します。でも主はその後ろに投げやるために何て言ってますか。あなたの方から述べ立てなさい、あなたの方からそれを告白しなさい。それですので、大切な罪の許しの原則は告白することです。これは第一ヨハネの1章に書かれています。罪はないというなら、私たちの中に罪は残り続けます。そして私たちは不真実なものになってしまいます。しかし罪を認めるのであれば、神様は真実で正しいお方ですから、私たちの罪を許すだけではなく、私たちを全ての悪から清め続けてくださることを感謝いたします。素晴らしい主は、私たちの罪を許すだけではなく、もはや罪の中を生きないでいいように、その力さえも、その助けさえも与えてくださることを感謝いたします。それですので、私たちが罪を告白するとき、天のこの記憶の書から主は私たちの悪しき全ての罪の記録を消し去ってくださることを感謝いたします。これは先週も分かち合いをしましたが、コロサイの手紙の中に書かれています。2章の中に書かれています。私たちを責め立てる不利な債務証書を十字架に釘付けにされ、そして無効化された。それはもう塗り消して、もう二度と思い出すことをしないという法的な、法律的な宣言です。天の裁判所において主がそれを法律的に無効化してくださった。なんと素晴らしい恵みでしょうか。それは告白する者に注がれる恵みです。
しかも主は記憶の書に私たちのした悪の行いを消し去るだけではなくて、なんと私たちがした一つの良い行いさえも漏らすことなく書き記してくださっていることを感謝いたします。主の弟子だというので水一杯でも与えるなら報いから漏れることはない。主はそのように約束してくださっていることを感謝いたします。私たちが人に見えずに仕えたこと、誰も分からず奮闘したこと、いつもこのことを述べますが、多くのお母さんたちは注目されないんです。子育てしても感謝されることはありません。教会の中においても、本当にこの見えるような働きではなくてですね、子育てしているといろんな葛藤奮闘します。子供が礼拝で泣くと、なんかこういろいろ迷惑じゃないか心配もやってくるんです。しかしお母さんに対する主を愛するがゆえに、子供たちを主の民として育てていくお母さんに対する報いは、偉大な報いが与えられることを感謝します。天の御座の前に行くとですね、これは幻の領域ですので、もちろん行ってみないとわからないんですけど、多くの牧師たちはあんまり高い座にはついてないらしいんです。牧師たちは多分行ったら高い座についてるだろうと期待していくんですけど、結構低いところに牧師たち座があるんです。しかし主の御座の周りの高い座についてるのは、たくさんのお母さんたち、たくさんの取りなし手たち、人に見えない働きを持って主に仕えた人々が本当に豊かな報いを受けている。はっきりとイエス様言われました。この地上で人気のあるものは天において嫌われると。主が喜ばれるのは見えない、でも忠実に主の心を行い続ける、その働きは天において報いを受けることを感謝いたします。見える働きはもうすでに地上で十分に報いを受けてます。人からの注目、人からの称賛、この地上での成功、しかし見えない働きは時には誰も評価しない、誰も感謝しない、誰も励ましてくれないかもしれない。しかし皆さん、主は私たちが主を愛するがゆえに行った一つの行いをも漏らすことはありません。その報いから漏れることはないことを感謝します。取りなし祈ること、評価されますか？されないです。私たちが取りなし祈っても誰かが感謝してくれるわけではありません。しかしその取りなし祈るとき、天の報いには偉大な報いがあります。聖書を読むことには皆さん報いがあります。主のために仕えることには報いがあります。礼拝捧げることには報いがあります。感謝の捧げ物、献金捧げることには報いがあります。皆さん、献金捧げてそれを公表する人いますか？私は今日いくら捧げましたよ。そんなことないですね。私たちは右の手がしていることを左手の手に知られないように捧げます。それには誰も見えない捧げ物かもしれません。しかし主は覚えていてくださいます。天において朽ちることのない資産を用意してくださっていることを感謝いたします。なので、この行いの書、神を恐れる者のためにその記憶の書が記されるということを覚えようでありませんか。そうするなら私たちがする良い行いは、たとえ人から評価されなくても、この地上で報いを見なくても、喜んで神のために仕え続けていくことができること、感謝いたします。この2つの書簡を見ました。命の書、そして行いの書、これはとても重要な書簡です。そして今日3つ目、大切な書簡を見たいと思います。それは計画の書というものが存在しています。神様はあらかじめ私たちの人生に対して計画を立てて作ってくださいました。行き当たりばったりで神様は全てを作っているわけではありません。光があれ、あ、できてしまった、じゃあ何か作ろう、あ、天と地、あ、全て作ろう、あ、海と陸分けてみよう、そうやって神様行き当たりばったりで思いつきで作ったわけではないんです。ヨハネの福音書の一章一節には、はじめに言葉があった、その言葉はギリシャ語ではロゴス、そのロゴスは言葉だけではなく道、計画、デザイン、そのような意味も含まれています。なので神様は天地万物が作られるその前から全ての計画を持っていました。ではアダムとエバが罪を犯すことは神様にとってアクシデントだったんでしょうか？突如起こった出来事だったんでしょうか？そんなことありません。主はなんとその天地創造の前からそれら全てを知っておられたんです。だから黙示録には何て書かれているかというと、私はこの言葉を見たときにですね、この
驚きました。黙示録の13章13章の8節、まあ、ここにおいてはですね、獣の数字が記されることが黙示録の13章に書かれているんですけど、13章の8節、ここにですね、一緒に読みましょう。はい。地に住むものでほふられた子羊の命の書に、世の初めからその名の書き記されていないものは皆彼を拝むようになる。アメン。ではこのほふられた子羊っていうのにアスタリスクマークがですね、新改訳聖書を使っている方はついています。別訳が書いてあります。それは世の初めからほふられた子羊と書いてあるんです。なんとイエス様はこの世の初めからほふられることがもう予言され、予定されていたんです。すなわち父なる神は行き当たりばったりで全部作ったわけではなく、世の初めから世の終わりまでこの方は昔いまし、常にいまし、後に来られる方、アルファでありオメガである主、この方は初めから終わりをすべて知っておられました。それですので今の出来事も全部神の計画の中にすでにあります。何かのアクシデントでこのコロナウイルスが蔓延しているわけではありません。これらさえも主の完全な見ての中にあることを感謝いたします。私たちがこの時代に生きているのも、今の時代に生かされているのも、すべて神の計画済みなんです。多くの人々は両親の愛を知らないで育つ場合があります。親が離婚したり、また死別する、その中で自分は偶然アクシデントの中でできたんではないか、自分なんか生きている価値がない、そのように考えてしまいます。しかしそうでありません。その両親を選んだのも主ご自身が選ばれました。なんと世の初めから主はこの時代に私たちが生まれることを計画しておられたんです。それは何のためでしょうか。私たちには使命があります。私たちには神の召しがあります。神が書き記した、あらかじめ記した書物というものが存在しています。そんなことがあるんでしょうか。あります。詩編139編、13節から16節、詩編139編13節から16節、詩編139の13から16、ご一緒に朗読していきましょう。はい。それはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。私が密かに作られ、地の深いところで仕組まれた時、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。アメン。母の胎の中で私たちの骨を作り、内臓を作り、私たちを組み立てたのは主ご自身が作られた、そのように約束されていることを感謝します。皆さん、私たちは望まれないで生まれたものでも、喜ばれないでできたものでもなく、神様がその時にできるように計画してくださったことを感謝します。この時代の中で多くの人々が母親の胎内の中にいる時から傷を受けます。今できるタイミングではない、あ、欲しくなかった、そのようなですね、いろんなこの思いがですね、この胎児の中に働きます。しかしそれら全部の痛みを受けるためにも、イエス様はなんと母の胎の中にいる時から傷ついたんです。その傷を引き受けられたんです。なぜですか。イエス様がマリアの胎の中にできた時、人々は喜びましたか。ナザレの人々は、やった、素晴らしい子供だ、そんなに言ったんでしょうか。そんなことありません。みんなマリアを責めたんです。その当時、その不貞によってできてしまうなら石打ちになります。そのような本当にリスクを抱えながら、マリアは恐れを持ちながら、イエス様を母に、イエス様をこの胎の中に身ごもったんです。多くの人々は彼らを祝うことをしませんでした。冷ややかな目で見ました。イエス様はなんと母の胎にいる時から、私たちが経験する拒絶、痛み、苦しみ、全部を引き受けてくださったことを感謝いたします。それなので、この方は私たちが受ける拒絶を理解することができます。私たちの心の痛みを知ることができます。そしてそれを
受け取り癒してくださることができることを感謝します。そして今一度私たちの人生に使命を回復してくださいます。もう一度言います。私たちはアクシデントでできたものでもなく、偶然できたものでもなく、神が計画して作られたものです。それがたとえどのような方法であったとしても、どのような良心であったとしても、私たちを形作ったのは主ご自身が形作った。そのようにここに約束されていることを感謝します。たとえ誰が祝ってくれなかったとしても、主は心待ちに臨みました。いつこの子が生まれてくるのか、これは私の宝物である、私が作った喜び、私の息子、私の娘である、この子がこの時代に生まれるために私は何千年待ってきたことか、この子が生まれることをこの時代に計画していた。主が私たちを喜びとして作ってくださった。私たちは主の喜びとしてこの地上に存在していることを感謝いたします。そしてそれだけでなく、私たち全員に主は計画の書を書いてくださいました。16節、あなたの目は胎児の私を見られた。あなたの書物に全てが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに、と書かれています。全てが書き記された。別訳にはあらかじめ定められた、あらかじめ計画されたと書いています。実は私たちがこの地上に生まれる前に、主はあらかじめ私たちの人生に対して計画の書を書いてくださっているんです。それを知ることは私たちの使命を行うことと行うためにとても重要なことなんです。私は毎日この計画の書が実行されることを主の御前に祈ります。後のまとめでそれを見ていきたいと思います。先週もメッセージの最後に言いました。たとえ私たちが素晴らしい働きしたとしても、主の心でないところで働くなら、皆さん主の前にいたとき評価を得ることはできません。たとえそれが奇跡の技であったとしても、予言の技であったとしても、癒しの技がなされ、悪霊が追い出されたとしても、多くの働き、有名になり、ミニストリーが実を結び、人々がその中で本当にこの賛同しついてきたとしても、もし主の心から外れてそれらを行うなら、それは天において報いを得られるものではないんです。そんなことがありえるんでしょうか。ありえます。マタイの福音書の7章でイエス様がはっきりと言ってます。私の名によって悪霊を追い出し、イエス様の名によって奇跡を行い、イエス様の名によって予言を語り、印を不思議を行った。そのように主の前に来て言うんです。主よ、主よ、あなたに会ってそれらしたんです。その時イエス様評価しますか。癒しがそんなに起こったの、予言そんなに語って素晴らしい、そんな予言があるなら私にも予言語ってほしいイエス様言いますか。言いません。不法なす者ども、私から離れていけ。父の心を行う者が私のところにやってくる。イエス様ご自身が求めておられるのは、自分の働きをするものではなく、自分の願うミニストリーをするものではなく、父の心を行うものです。イエス様がそこで言われたんです。知らない、実のところ関係ない。知らないということは何どういうことが言えるんですか。聖書の中で知るとは、人格的な交わりを持つということです。すなわち働きはしてたけど、イエス様との人格的な交わりがなかった。うまくミニストリーはしていたけど、イエス様との愛の関係がなく、それを行い続けていたということです。共にそこに立ち返ろうでありませんか。ある韓国に行った時にですね、ある信仰者の証を聞いたんです。本当にその婦人牧師を通して癒しが起こったんです。もう数々癒しが起こったんです。聖書に書かれているこの約束のように、タオルでも癒されたんです。その癒しの集会でがんの人々にタオルを投げました。そうするとそのがん細胞が燃え尽きて新しい臓器が作られるっていう、そんな偉大な奇跡が起こったんです。そしてミニストリーはどんどん大きくなっていき、そしてこの癒しの働きのミニストリーが有名になっていきました。ある時その婦人牧師が、この有名になり働きも安定した時、昼寝をしていたんです。ソファーで寝ていました。その時天の御国の夢を見たんです。イエス様が歩いておられたんです。そして彼女はもう自信満々に、イエス様、私ですよ、来ました、イエス様、そのように近づいたんです。そうするとイエス様が振り向いて、ただ一言、知らない、
私とは関係ない、そして目が覚めたんです。彼女は本当に主に対する聖なる恐れができました。そして彼女はそのミニストリーで得た多くのこの財産を無駄に自分の、また本当に息子のビジネスのために費やしていたんです。それを悔い改め、主よ、これを正しく経済を用いることを教えてください。どうか正しくもう一度生きる生き方を与えてください。悔い改めが湧いてきたんです。それですので、皆さん、主の前に行ったとき、知らない、関係ない、そのように言われるのが一番惨めな虚しい言葉です。しかし主のもとに行ったとき言われる一番良い評価は何でしょうか。よくやった、良い忠実なしもべだ。そのように言われるようになることを感謝いたします。それですので、本当にどれだけ大きく有名で影響力があるのか、それを求めるのではなく、どれだけ父の心と一つになっているのか、そのことを日々求めたいと願います。そのためには何か大きなビジョン、大きな夢、大きな働き、主よ、これをなさせてください、そのように祈るのではなく、こう祈りましょう。今日一日も父よ、あなたの心に従って生きることができますように。今日一日の中においても神の計画の中を歩まさせてください。一日一日主に忠実なその歩みをしたいと願います。地においては苦難があります、試練があります、涙があります。しかし主のもとに行くときに、そのすべての涙は拭われます。天の門を通るときに私たちはそのことを経験するんです。天の門は何でできていますか。一つの大きな真珠でできているんです。そしてそれぞれの門に宝石が散りばめられているんです。その門を通るときに、すべての涙は拭われ、すべての報いが与えられます。真珠は貝の涙でできます。貝の中に異物が入り込むんです。貝は痛いので、この正式にはそうじゃないかもしれないんですけど、でも詩的な表現をするなら貝は泣くんです。痛くて苦しいので、その分泌液をたくさん出すんです。そしてその異物として入った石ころが溶かされ、丸くなり、最終的に真珠に変わるんです。なぜ私たちの人生に試練があるんでしょうか。葛藤があるんでしょうか。誘惑があるんでしょうか。戦いがあるんでしょうか。それは私たちが永遠の報いを得るものとなるためです。私たちは主と共に生きるとき、時には忍耐しなければならない、涙を流す時がある、孤独を味わい、本当に痛みを経験します。しかし天の門をくぐるときに、すべての涙を拭われ、そしてその涙の理由を知ります。主よ、あの時の涙はまさにこの真珠の門を通るためにあったんですね。私の流したその涙がこの真珠の門、その報いとしてここを通る権利が与えられていることを感謝いたします。その永遠の報いのために、今という限られた時間を過ごそうでありませんか。なのでもう一度皆さん、人生考え直しましょう。これが使命だと思ってやっていたものが、実は自分自身の神が命じていない夢や願いである場合があります。もう一回作り主のところに行って、何のために作られたのか聞きたいと願います。そして重要な方法は、イエス様と共に歩むときに、おのずとそこに導かれていきます。ルツは計らずもボアズの畑に導かれ、計らずもその後ダビデのこの家系が生み出されていくんです。それは主に従い、主にこのついていった結果ですね、この主とのナオミにこうついていったんです。あなたの神は私の神、あなたの民は私の民、あなたが行くところに私はどこまででもついていきます。その信仰、主は祝福してくださいました。そして計らずも彼女の人生をいるべき場所に置いてくださったことを感謝します。同じように私たちも、あれがビジョンか、これがビジョンか、これが使命か、あれが私の使命か、その使命にとらわれるのではなく、私たちを作ってくださった主に心とらわれようでありませんか。このお方のところに行くとき、作り主のところに行くとき、必ず作られた目的のために私たちは解き放たれていきます。私たち一人一人に作られたこの計画の書があります。しかしサタンはこれを妨げます。この計画の書に気づかないように、この計画の書を見させないようにします。そして私たち神の作品としてのその作品を怪我していきます。
数週間前に見ましたエペソの手紙も見ていきたいと思います。エペソの手紙の2章10節には神の作品であるということが書かれています。1章から見ていくと、1章には世の始まる前からキリストのうちに私たちを選んだ、そのように書かれています。また2章のこの10節一緒に読みましょう。はい、私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。アメン。ではここに何て書かれてますか。良い行いをするため、良いとはヘブル語ではトーブ、まあ、もちろんこのエペソの手紙はギリシャ語で書かれてるんですけど、ヘブル語に訳すとトーブ、それは神の完全な計画です。良い行いというとですね、私たちは何か慈善活動をしたり人々を救済する活動、そのように考えがち。もちろんそれらも召されたなら素晴らしいことです。しかし良い行いというのは神の計画と一致して行う行いです。神の心を行うために私たちは作られました。そしてキリストイエスにあって作られたと書かれているんですけど、直訳では再創造された。アダムとエヴァが善悪の木の実を取って食べたために罪が入り、そして神の計画、神のデザインは崩れていきました。神の頭部、神の完全な計画は崩れ去ったんです。しかしイエス・キリストの十字架の贖いを通してそれが回復し、もう一度再創造され、私たちは神の作品として回復されることを感謝いたします。そしてこの神の計画に生きる、良い行いをする、いつから定められているかというと、この後半見てみてください。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださった。別訳にはあらかじめ計画されていた。すなわち私たちの人生にはあらかじめ神が作られた目的と計画と使命があります。その計画の書が私たちの前で開かれて、そしてそれが妨げられることなく実行されていきますように。ではこの3つの書簡はとても重要な書簡です。後半もまとめ、これを実践の祈りとして見ていきたいと思います。まず私はですね、この父親の宣言の7番を宣言するときに、この3つのことにおいて祈ります。もう一度父親の宣言の7番出していただいてよろしいでしょうか。はい、もう一回一緒に宣言してみましょう。はい、イエス様の血潮は罪に定めるすべてのことから私を弁護し、私に敵対するサタンの訴えを無効化し、今まで一度も罪を犯さなかったかのように私を義と認められます。アメン。これは法的な宣言なんです。サタンはどこで戦いをしているのかというと、私たちの耳元ではありません。実はサタンが私たちに対して権限を持つのは神の御座の前にまで行きます。すいません、もう一つの御言葉、黙示録の12章ですね、10節、黙示録の12章の10節、黙示録の12章の10節、お開きになった方ですね、ご一緒に黙示録の12章の10節読みたいと思います。はい、その時私は天で大きな声がこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と国と、また神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている者が投げ落とされたからである。アメン。困ったことにサタンは告発者、詩篇109編にはなじる者と書かれています。直訳ではサタンです。サタンがすることはいつも攻撃します、いつも罪に定めます、いつも訴え続けます。そしてそれは事実に基づいてないと思いますか。実は事実に基づいてるんです。サタンは事実を持ってきます。先週も言いました、サタンは律法学者、なので本当にこの神の律法に反していることをすべて書き記して私たちを罪に定めます。どこで定めるのかというと、父なる神の御座の前で、主よ、この者にはこの罪があります、この者に命を与えるべきではありません、この者は祝福を受けるべきではない、
なぜならこの者に罪が見出されるからです。律法の違反者です。あなたに愛される資格は一つもありません。あなたからの祝福を受けるべき存在ではない。そのように神の御前で訴え述べるんです。これが旧約聖書の中に明確に書かれているのが一つゼカリア書の3章で、その当時の大祭司ヨシュアに対してサタンが訴えを起こします。彼の生き方は間違っている、汚れている、着物は汚い。その時主は何て言ったんですか。サタンを咎め、そして大祭司ヨシュアのこの衣を清めます。そしてあなたが私の約束に歩むのであれば、あなたは祭司の働きを続けることができる。大祭司ヨシュアを励まします。またヨブ記もサタンが地を生き巡りヨブを見出すんです。そして神のところに行き挑戦します。彼がもし持ち物を奪うならあなたを罵るようになるでしょう。また病にかかるなら、皮膚病にかかるならあなたを否定するようになるでしょう。そのように挑戦状を挑みます。どこにおいてでしょうか。神の御座の前でです。なので絶えず私たちの人生の中に使命が成し遂げられないようにサタンはどこで働いているのかというと、神の御座の前で働きます。よく言います。皆さん以前も言いましたけど、サタンがフォークのような大きいものを持って、そしてバイキンのような尻尾を生やして、鬼のような角を生やして出てきたことありますか。お前の使命を妨げてやる。もしそうであるなら皆さんもう即座に言ってください。イエスの名によって去れ。去ります。そのように分かりやすく出てきたなら、私たちはイエス様の名においてサタンを打ち砕くことができます。でもサタンはもっと巧妙に、そして賢く働きます。よくぬるいカエルの話を聞きますね。熱いところにカエルを入れたり、冷たいところに入れるなら急に温度が変わるので反応します。しかしゆっくりカエルを茹でていくなら、その熱さに気づかずカエルは死んでしまう。同じようにサタンも私たちが急に反応しないように、ゆっくりと私たちを使命からずらしていきます。そして神の使命を見えなくさせるんです。そしてもう神の使命など成し遂げることさえ愚かなことのように考えさせます。どこで行うんでしょうか。御座の前で訴え続けて行うんです。神様からの祝福と行為を彼が全てカットしてしまうんです。なので何が必要なのかというと、先ほどの父親の宣言をしましたが、主の御座の前まで行く必要があります。そして黙示録の12章の11節続けて読みましょう。サタンに打ち勝つ秘訣が書かれています。はい。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。彼は死に至るまでも命を惜しまなかった。アメン。でも日夜うるさくサタンは訴え続けているというのが12章の10節に書かれています。本当に迷惑な話なんですけど、彼はそれを諦めません。もうサタンは忍耐深いんです。もう本当に私たちよりももっと忍耐力があるの、皆さんサタンです。彼は我慢することにおいて長けてます。ゴリアテの中にその姿がサタン的な力を受けました。ゴリアテ忠実です。忍耐深いです。40日間イスラエル罵り続けるんです。いつからですか。早朝に夕方に。皆さん鳥なし手よりも忠実です。必ず朝早く起きて、そしてイスラエル罵るんです。夕方にもやってきて夕に罵るんです。もう忠実なんです。諦めないんです。それがサタンの性質です。私たちを神の使命から外すためには諦めません。日夜訴え続けるんです。だから私たちは祈りの家で何をしてるんでしょうか。日夜取りなし続けるんです。日夜主の名を褒めたたえ続けるんです。日夜神の国が来ることを宣言し続けるんです。サタンでさえも日夜働き続けてるんです。それであるなら私たち神の民も日夜主の御前に立ち続けます。そして日夜取りなし続けます。そして私たちには彼に打ち勝つ権威と力が与えられます。何を通してでしょうか。11節、兄弟たちは子羊の血潮を、そして自分たちの証の言葉の家に彼に打ち勝った。この証の言葉っていうのは、原文では自分たちのこの証のこの
言葉の上に皆さん聖書には書き加えてはならないと書いてるんですけど、ここ書き加えて大丈夫です。なぜなら原文で書いてるからです。今日私たちは子羊の血と自分たちのこのって書いてください。冠詞がついてるんです。証のこの言葉の上に、このが訳されているがゆえに、ここから間違ったメッセージが多く出てきます。証することはいいことですよ。私たちは証をすること、その時に人々が励まされます。もちろんそれはもちろん間違ったメッセージではありません。でも原文が伝えているのはもっと違うメッセージなんです。この原文が伝えているのは、子羊の血潮を、これを自分の証とし、子羊の血潮を、これを自分の言葉とした、それゆえにサタンに打ち勝った、そのように約束されていることを覚えたいと願います。イエス様の血潮を自分の告白とするとき、サタンに打ち勝つことができます。その結果も見てください。その結果何が起こるんですか。彼らは死に至るまでも命を惜しまなかった。今までは私たちは使命が妨げられていました。主のために命を懸けるって言っても、結局すぐ情熱は消えていきました。主のために何かしようとしても、私たちは引き止められて進むことができなかったんです。しかし天の御座の前において、使命が回復され、子羊の血において法的な勝利がもたらされるとき、私たちは命を懸けて主の道を最後まで走り切る、その力が与えられることを感謝します。命を死に至るまで、命を投げ出すまで、それほどに主ご自身の道に忠実なものへと回復されることを感謝します。これが主の御座の前で起こる出来事です。最後10分を通してこの祈りを実際的に見たいと思いますが、先ほど7番目の宣言をしました。その時に私は祈ります。主よ、今体はこの場所にあっても、霊の領域においては天の御座の前に行きます。あなたの天の法廷、天の裁判所の前に私は行きます。そしてそこに行くときに、このいつもいつも祈るので、そこに行くと、もう御座がそこにあること、このイメージすることができます。そしてそこで告白するのは、主よ、神の右の座、右の座なので、私たちはこっちに向いてますので、私から向かっては左側に神の右の座がありますね。そこに弁護者であられるイエス様がおられます。第一ヨハネの2章1節には、この弁護者が私たちの罪を弁護してくださる、誰かが罪を犯したのであれば私たちを弁護するお方がおられる、その方がキリストですと書かれています。なのでこのお方の前に全てを告白することができます。またこれは何度も分かち合いをしてますが、主の御座は恵みの御座であると同時に裁きの座です。恵みと裁きが交差する場所、それが主の御座です。それは決して一致することはありません。裁きはどこまでも正確な裁きでなければならない。しかし恵みはどこまでも許しに富み、憐れみに満ちなければならない。それが一つになることは絶対にできないんです。しかし神の御座にはその矛盾する性質、二つの性質が一緒に存在しています。存在し得る理由はただ一つ、イエス・キリストの十字架。この十字架は恵みと裁きが交差した場所です。イエス様はその十字架において全ての裁きを受けました。そして神の義を全うしたんです。それだけでなく、十字架で張り伸ばされた手は私たちをどこまでも許し、信じ、受け入れ、恵みを与えてくださる恵みの手であることを感謝します。恵みと裁き、その解決は十字架にのみあります。なので私たちはその御座の前で告白します。主よ、私の中にある罪を正直に認めます。皆さん、これは正直であればあるほどいいです。主の御前にこんなことを言っていいのか、主の御前にこんな自分の内側を明かしていいのか、心配しないでください。主は私たちの心の計りごと全てさえも知っておられます。全て裸であって主の前には隠し通せるものは一つもありません。でもそのヘブルの記者はヘブルの4章でなんてチャレンジ、励ましを与えてますか。だからこそ恵みの御座に来なさい、だからこそ恵みの御座に近づこうではないか。イエス様は罪は犯されなかった、しかしあなたが経験した痛みも苦しみも嘆きも涙も全て経験し理解することができる。だから今必要な助けを得るために大胆に恵みの御座に近づこう。なので主の御座に行くときに、この恵みの御座を覚えてください。
そして裁きの座において主を正しく裁いてください。これはですね、皆さん、裁きがないと恵みも生きないんです。罪を実感しなければその許しの恵みを味わうことできないんです。だから主よ、私を正しく裁いてください。私の中にある罪、私も気づいていない罪、示してください。そしてそれを正直に主の御前に告白いたします。私の神に背く性質、すべてあなたの御前に正直に認めます。主の恵みと憐れみ、イエス様の血による洗いと罪の許しを与えてください。そのように主の御座の前で祈るとき、皆さん、明確な罪の許しを得ることができることを感謝します。イエス様の血潮によって清められます。そして全ての目の欲、肉の欲、暮らし向きの自慢、全ての罪から私たちは清められていきます。自己中心、傲慢、高ぶり、プライド、その罪から自由にされていきます。その時に天の法廷において父なる神が宣告されます。無罪、この者は許された。私はこの者の中に一つも罪を見出すことはできない。なぜならこの者は罪を告白した。またもう一つ、子羊の血潮によってイエス・キリストをその身に帯びたからである。だから私はこの者を見るとき、キリストの義をこの者に見ることができる。その時サタンの告発者サタンをうるさくずっと呼びかけてます。この者は祝福されるべきではない、この者は神の使命に生きるべきではない。しかしその訴えはその時点で不当な訴えとなります。不法の偽りの叫びとなります。それなので私たちは確信を持って言うことができる。イエスの血において私は許された。神が私を義と認めてくださっている。だからサタンよ、その訴えと告発は無効である。もはやその告発をもって私の人生に働くことはできない。私の人生に神の計画が回復し、神の使命が全うされていきます。そのように祈ることができます。皆さん、これは個人の領域から家族、そして教会、地域、国家、全ての領域において祈ることができます。主は家族に対しても使命をお持ちです。主は教会に対しても使命をお持ちです。主は町に対しても国家に対しても計画の書を書き記しておられるんです。それが取り戻されるために天の御座で祈り取りなす者たちを主は求めておられるんです。先ほど祈った原則を持って祈るのであれば、これをどの領域においても祈ることができます。そして私は続けてこのように祈ります。主よ、まあ、これはですね、11番目の祈りの時に祈るんですけど、11番目よろしいでしょうか。血潮の宣言の11番目、一緒に宣言しましょう。はい、イエス様の血潮は私がサタンとその全ての力に打ち勝つようにさせます。アーメン。こんなことを宣言した後に必ず告白します。真理の帯をこの腰に締め、正義の胸当てをつけます。平和の福音の備えを履き、信仰の大盾を取ります。救いの兜をかぶり、御霊の与える御言葉の剣を握ります。今日も固く主の使命に立ちます。今日一日の中においても、主よ、あなたの使命を全うし生きることができますように。また私に仕える御使いたちも神の武具を装備します。神の武具を装備し、油注がれた御使いたちが今天の主の御座の前で計画の書を開き、それを主の御前で読み上げ、そしてその計画の書が妨げられることなく、今日一日の中においても成し遂げられますように。主よ、油注がれた神の武具を装備した御使いたちを送ってください。一日一日その計画の書が開かれ、それが主の御前で読み上げられ、今日一日の中においてもそれが妨げられることなく成し遂げられるように。神の武具を装備するとき、私たちに使える御使いたちも神の武具を装備します。これはアフリカのウガンダのリバイバルで用いられているジョン・ムリンデ牧師が実際的に受けた啓示です。なぜ私たちの祈りが主の前に届いていかないのか、また主からの答えを得られないのか。その時に悪魔崇拝者の少年と出会いました。青年と出会いました。その青年がどのようにして神の民を攻撃し、神の民が受けるべき祝福を奪い取っているのかということを明かしたんです。それは
生徒たちは神の武具をつけていないと。そして生徒たちは神の武具を自分もつけてないので、彼らに使える御使いたちも神の武具を装備しないで来ていると。それなのでその祈りは天に届く前に奪われ、また天からの答えを得る前に奪い取られていく、そのことをですね明かししたんです。ジョン・ブリンデー牧師はそれショック受けたんです。本当かどうか1週間断食して祈りました。その中で彼は確信を得て、神の武具を装備するということはとても重要な祈りである、その確信を得ました。そして自分たちが神の武具を装備するとき、私たちに使える御使いたちも神の武具を装備するようになります。なので皆さん、この祈りをしてください。腰に真理の帯を締め、胸に正義の胸当てつけます。足に平和の福音の備えを履き、信仰の大盾を取ります。救いの兜をかぶり、御霊の与える御言葉の剣を握ります。パウロはエペソの6章でこれは終わりの時代に固く立つために、神の使命を成し遂げるために、その武具を取りなさいと言っています。そして宣言してください。私に使える御使いも同じように武具を装備します。それゆえにこの人生の中において神の使命が全うされます。妨げられることはない、暗闇に邪魔されることはない、むしろ固く立って主の心を行う力が与えられます。天の主の御座から私たちは勝利を得ることができる、その特権がこの血潮を通して開かれていくことを感謝します。イエス様の血によってのみ私たちは誠の聖女、主の御顔の前、大胆に確信を持って近づくことができることを感謝いたします。これはヘブルの9章10章に書かれていますので、家に帰って読んでみてください。子羊の血、イエス様の流された血によってのみ私たちは誠の聖女、主の御座に近づくことができます。なのでこの血潮の宣言を持って毎日取りなしをしています。血潮の宣言を持って、まず自分の魂が天において義を受けること、血においてその義の実を結ぶこと祈ります。そしてその後に生徒たち、教会のために、この町のために、国家のために取りなし祈っていくんですけど、しかしその取りなしの時にいつも覚えるのは、主よ、私が取りなしをすることができるのは私の力でも能力でも持てる何者でもなく、ただあなたの血による贖いのゆえです。イエス様の血によって私を作り変え、許し、罪から解き放ち、王権を持つ祭司として主が使ってくださることを感謝いたします。すべての栄光がイエス様にありますように、すべての誉れがイエス様の流された血潮をそこに捧げられますように。ぜひ皆さん、私たちはこの1週間ぜひ主の御座の前にまで行って祈りましょう。今まで自分のもう奮闘して戦ってきて、もうなんとか打ち勝とうとしても打ち勝てなかった罪の鎖に打ち勝つ力を主が与えてくださいます。私たちを捉えていた全ての問題、そこから解放され、使命に生きるその道が回復されることを感謝します。そして最後にもう一度言います。1日2日で回復しなかったとしても諦めてはなりません。サタンは諦めません。サタンはずっと私たちを吠えたける獅子のように食い尽くす、噛みつく機会があるのを待ち望んでいるんです。そして訴え続けているんです。それであるなら皆さん、私たちも毎日主の御前に立って血潮を宣言しようでありませんか。毎日主の御前で義を告白しようでありませんか。主ご自身の清さを宣言しようでありませんか。主の使命と約束が回復されることを宣言しようでありませんか。その宣言がすなわち予言の言葉となります。予言的な宣言となります。その宣言のゆえに神の計画が私たちの人生の中に生き働くようになります。最後最後と言って終わらない、もう一個だけごめんなさい、御言葉読んで終わります。祈ります。イザヤ書40章、もうこれが回復の結果なされるんです。先週見ました、この血の流れが清められます。天の法廷において全ての私たちの罪とかが解放されます。その時使命が回復すると同時に DNA が回復します。それと同時にイザヤ書40章の1節2節一緒に読みます。イザヤ書40章1節2節、はい。慰めよ慰めよ、私の民よと、あなた方の神は仰せられる。エルサレムに優しく語りかけよ、これに呼びかけよ。そのロークは終わり、その咎は償われた。そのすべての罪に引き換え、2倍のものを主の手から受けたと。アメン。咎が許され、罪が解き放たれるとき、2倍の
分取り物を得るようになります。私たちの先祖たち全員にも使命があったんです。しかしそれが罪咎の上に捕らえられてきました。しかし皆さん、もうその罪咎に捕らわれるのは私たちの代で終わりです。私たちはその罪と咎から完全に子羊の血によって解き放たれます。内なるエルサレムが回復するんです。主の慰めが望みます。その時主は何て言われるんですか。2倍のものを取り戻すようになる、2倍のものを得るようになる。つまり私たちの人生の2倍だけでなく、今までの先祖代々奪われた全てを集約した2倍のものを、今まで全部取られたものを2倍にして取り戻す、それが私たちの代に起こることを感謝いたします。これが主の御座の前で血潮によって祈るときに起こる偉大な恵みであることを感謝いたします。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの御前に進み出て、また御座の前で祈ることを教えてください。この地上の目に見える領域や、また本当に現実事実、そこだけにとらわれて、私たちの祈りが、取りなしが、まるで本当に石の前に、石の天井に何かを投げて落ちるような、そのような祈りではなく、もう天にまでまっすぐ届く祈り、むしろこの地上から天に届くというよりも、御座から主と共に祈る祈りへと変えられていきますように。そのために霊的に高く主が引き上げてくださることを感謝いたします。天の御座の前、主ご自身の前にまで進み行き祈ることができますように。私たちの力においてはできません。ただイエス様、あなたの血によってのみ、私たちは誠の聖女、主の御顔の前にまで進んでいくことができます。今日この時間、イエス様の血潮によって私たちを洗い清め、また霊的に誠の聖女、主の御顔の前にまで進んでいくことができますように、助け導いてください。イエス様のお名前を通して、この時間今短くお祈りいたします。アメン。一曲賛美して、その後また祈り、そして血潮による契約宣言聖餐式を行いたいと思います。今しばらく一緒に祈りましょう。私たちは日本に置かれた祭司たちです。今日は個人の領域を超えて、日本の国家のために、またこの東京の町のために、日本の町々のために祈っていきたいと願います。主の御前に正直に認めましょう。この日本が今まで本当に長い年月をかけて神に背き、神に背を向け、そして神を知らず、神を無視し、また神を必要とせず生きてきた、その高ぶりの罪、最も大きな罪は高ぶりです。神を必要としないという生き方です。日本人はまさにそのように生きてきました。皆さん、私たちが日本に建てられている祭司たちとして、この日本を代表し、取りなし祈っていきたいと願います。それを自分の罪、
まさに他の人の罪ではありません。私自身の中に流れる罪です。この日本人の血を持って私たちは一緒に主の御前に告白し祈りたいと願います。この日本の代々主に背いてきた罪を許してください。あなたに背を向けた罪を主よどうか憐れみ許してください。一緒に主の御前に告白し祈っていきましょう。主よ叫び声を上げて、そして主の御前に祈りたいと願います。一緒に祈っていきましょう。はい、主よ様、あなたの御前でこの日本の罪を持っていきます。高ぶり、主に背き、あなたに逆らい生きてきたこの国を許してください。それはまさに私自身の罪であり、先祖代々この国があなたに背いてきた罪です。主の御座の前でそれを正直に告白します。天の御座の前で主を告白します。主よこの日本を憐れんでください。またこのもう一つ祈りましょう。殉教者の血が多く流されたこと、血は叫び声を上げると聖書に書かれています。本当にこの義人の血、殉教者の血は叫び声を上げ続けています。その叫び声はこの地に義がなされること、神の訪れがなされること、叫び続けています。本当にその殉教者の血が流されたことに対して、本当にこの神を信じる者たちに対する迫害をし続けてきたことに対して、今私たちこの日本の罪、自分の先祖の罪として、自分自身の罪として背負い告白し祈っていきましょう。一緒に祈りたいと思います。主よ、イエス様の血潮を宣言しましょう。日本に対して、この町に対して、この国家に対して、イエス様の血だけがこの国を清めることができます。全ての不義汚れから日本を洗い清めることができます。このような苦難の状況の中において、主は日本を救い出すことがおできになります。今全てのこのものに勝るイエスキリストの血潮の力、日本の国家に宣言し、一緒に祈っていきましょう。イエス様、叫び声を上げて祈りましょう。はい、イエス様、イエスの血によってこの土地を洗い清めてください。日本の血が洗われ、清められ、イエス様の血がこの日本の国家に臨みますように。東京の街に、日本のありとあらゆる市町村に、あなたの血潮の注ぎが注がれ、この日本の罪が許され、日本が囚われから解放されることを感謝します。アーメン、感謝いたします。また御座の前で、私たちは日本に対する父なる神が与えてくださるキリストの義を受け取りたいと願います。日本人は、日本の国家はいつまでも罪に定められ続けることはありません。過去のさまざまな痛みからも解放されていきます。日本に主が新しいアイデンティティを与えてくださることを感謝します。何世代も続いた呪いの束縛から解放されていきます。この日本に神の義を宣言し、今主と共に立って、日本は義とされる、イエスキリストの清さと義と神の計画が日本に回復されていく、そのことを宣言し祈っていきましょう。はい、主よ、
ての罪から解放し、主が義をくださることを感謝します。神が本来作ったアイデンティティが回復されます。計画の書が開かれ、日本に対する神の計画が妨げられることなく成し遂げられていきますように。主の使命を全うする国家となることを感謝します。終わりの時代に立ち上がります。日本が使命を果たしていきます。アメン。主は日本に使命を回復し、最後の大リバイバルのために必ず主が日本の国家を用いてくださることを感謝いたします。今私たちは神の御座の前で義を受け取りました。そして最後に告発者に宣言しましょう。ダニエルはその当時、彼が置かれているペルシアにおいて取りなしに乗りました。しかしその時にペルシアの君、その地をこの治める空中の権威が立ちはだかり、神の使命が成し遂げられることを妨げたのです。しかしダニエルは取りなしに乗りました。その結果御使いが使わされ、そして御使いは何て言ったんでしょうか。私がここにいるのはあなたの言葉による。私たちは今取りなしに乗るとき、御使いの大軍勢が天から日本に送られてきます。日本で本来働くべき御使いたちが使わされてきます。神の武具を装備した御使いたちが送られてきます。日本に神の使命が回復し、成し遂げられ、全うされていきます。今主と共に立って宣言しましょう。日本の君を退け。日本の君はもはや邪魔することはできない。主の使命を日本に回復されよ。力あるイエス様の名を宣言し祈りましょう。イエスキリスト、その皆によってと祈りたいと思います。はい、イエスキリスト、その皆によって。アメン。イエスの名によって日本の空中の権威、日本の君は打ち砕かれ、ついえ去っていく。もはや主の使命を妨げることはできず、この日本に主の使命が、御心が、計画が成し遂げられ、全うされていくことを感謝します。主の御使いたちの軍勢を送ってください。神の武具を装備し、油注がれた御使いたちを使わし、この国家が主の使命に立ち返ることができるように、そのことがなされることを感謝します。アメン。主に感謝を伝え、主の名を褒めたたえます。その場所にご着席ください。私たちは天の法廷において義を受け取り、この地において神の御心が成し遂げられることを受け取りました。その契約として聖餐式受け取りたいと願います。これは杉越に臨む私たちに与えられる新しい契約であること。皆さん、本当にこの聖餐式は
ただこの宗教的に毎月行う、そしてまた習慣的に行うだけのものではなくて、今日新しい契約としてなされるものであることを覚えたいと願います。今賛美の中においてパンと杯を配り、またネットにインターネットにおいてはですね、それぞれの場所においてパンと杯をご用意ください。賛美の中で今用意していきたいと思います。これは我らのために、そして私自身のために裂かれたイエス様の御体、イエス様の裂かれた打ち傷によって私たちは許され、癒され、天の命の書に名が書き記され、永遠の命を得ました。その偉大な恵みを覚え、告白を持って受け取りたいと願います。続けて告白してください。これは私のために裂かれた御子、主イエスキリストの身体です。罪の許しと永遠の命、癒しと回復を今自分のものとして
受け取ります。アメン。共に主の御体を受け取りましょう。杯を持ってください。これは我らの罪のために流されたイエス様の血潮、また永遠の契約として流されたイエス様の血潮です。過ぎ越しに臨むこの前に、私たちは今一度永遠の契約に立ち、この瞬間は特別な主との契約の時であることを覚えたいと願います。もはや本当にこの私たちの人生においても、日本の国家においても咎めるものはない。私たちは計画が回復され、主ご自身の使命を全うしていく、最後まで主の道を走り抜いていく、その力を主が与えてくださることを感謝いたします。すべての回復をもたらすイエス様の血潮、永遠の契約を覚えて今宣言し告白したいと願います。これは私のために流された主イエスキリストの血潮です。永遠の契約、罪の許しと清め、豊かな恵みを今自分のものとして受け取ります。アメン。お祈りします。天の父なる神様、この聖餐式の中で実際的な癒しの力が生き働いたことを感謝いたします。私たちの中に病原菌、ウイルス、本当にこの悪しき力は働くことができず、触れることができないことを宣言します。詩篇91編に書かれている通り、エアミ、病原菌、それは私たちの体にも天幕にも私たちの周囲に近づかないことを宣言いたします。今体調が悪くなっている人がいるなら、イエス・キリストの名において速やかに癒しが解き放たれることを宣言します。インターネットの先においても体調の問題を抱え、また本当にこの癒しを必要としている人がいるなら、今宣言します。主イエス・キリストの打たれた打ち傷と流された血によって速やかに病は癒されよう。癒しの力がそれぞれの中に解き放たれていくことを宣言します。力あるあがない主イエス・キリストの名前を通して、この聖餐式契約に立ってお祈りいたします。アーメン。素晴らしい主に感謝の拍手を下げ、もう一曲ですね、本当に主に感謝の賛美を持って礼拝閉じていきたいと思います。杯を回収し、そして礼拝閉じていきたいと思います。神の幕屋が人